はい、どうも皆さんこんにちは。スクーター散策日記のなあさんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日は車のタイヤ交換をしてもらいに大阪市宮古島区にあるバイカーさんに向かいます。スクーター散策日記。このバイカーさんは持ち込み専門ショップっていう珍しいショップさんで、タイヤの価格ってリアル店舗とネット価格ではかなり違うじゃないですか。しかもこのお店のいいところは、ネット通販で購入したら送り先をバイカーさんの住所に指定することで買ったタイヤを直送できます。今回は購入時期と交換時期がずれてしまったんで自走で運んでますけど、直送することで手ぶらで行けるんでかなり重宝してます。基本はお客さんがネット注文するんですが、ネット注文方法がわからない人向けにバイカーさんが代理購入してくれるサービスもあります。これは手数料1000円かかるんですけど、リアル店舗で買うよりもかなり安く済みますよ。もう一つこのお店のいいところは、 T-MAX っていうバイクはハーレーと同じく後輪がベルト駆動なので、二輪間などの量販店ではタイヤ交換断られます。ベルトテンショナーという専用工具が必要で、持っている量販店は少ないんでしょうね。一応ベルトテンショナーなしでもノギスで測って簡易的な張り調整はできるんですが、お店としては曖昧な調整をすると責任問題になるので避けてるのでしょうね。ところがバイカーさん、 T-MAX の後輪交換もやってくれます。だから長年このお店を利用してるんですよ。ちなみにベルトテンショナーは持っていないのでノギス調整になります。そしてベルト車は1000円割増工賃になりますのでご注意ください。料金はこのようになってます。一時停止してじっくり見てください。お店の職人さんも物静かな好青年で、仕事も早くて丁寧です。ホイールに傷つけられたことないです。予約は電話でもネットの専用フォームでも OK。今回購入した四輪用タイヤはミネルバというベルギーの会社で、製造は中国だったかな。15インチの4本の価格は 17,800 円でした。今ついてるタイヤもアジアンタイヤで、 GTECZT1000 というドバイの会社のタイヤです。2021年4月に取り付けたのでちょうど3年ちょっと持ったんかな。1本3500円という恐ろしく安いタイヤですけど、乗り心地も性能も一般道を走るには何も問題なかったです。車のアジアンタイヤはいいんですけど、以前にビッグスクーターのアジアンタイヤに変えた時は最悪でした。うねりのようなものが発生してまっすぐ走りませんでしたからね。スクーター散策日記。もうすぐ大阪城です。右手にあるのが NHK 大阪ですね。で、左が大阪府の警察本部やったかな。
建物が大阪府庁ですね。なんで役所ってお城の近くに建てるんでしょうね。だいたいお城の近くに県庁所在地の役所とかありません？早いですけど、まあやってくれるでしょう。タイヤ交換が1時間ちょっとかかるみたいなんで、大阪城公園周辺でもぶらつきます。タリーズコーヒーでも行こうかな。はい、タイヤ交換が終わったんで、バイカーさんの方へ引き取りに来てお金支払いました。かかった費用なんですけど、タイヤ4本交換、それとバルブ全部交換、あとハイタイヤ処理4本分、それ全部込みで8800円でしたね。持ち込み店にしてはかなり良心的な価格じゃないでしょうか。はい、あれからバイカーさんを離れて数キロ走ったんですけど、このミネルバのタイヤ、静粛性も高くって乗り心地も良くって結構いいんじゃないですかね。値段考えたらすごい静かですよ。3年ちょっと履き潰したタイヤと新品のタイヤとでは、やっぱそりゃ乗り心地の良さも静粛性の良さもグリップの良さも違うんでしょうけど、でも値段考えたらこのミネルバのタイヤ全然いいと思う。そのビッグスクーターの時のような変なうねりとかもないし、アジアンタイヤ恐るべし。はい、あれからバイカーさんを出て、もう7キロ8キロぐらい走ってるかな。それでこのミネルバのタイヤ履いてて感じたのは、まず乗り心地が非常に柔らかいですね。ブルボンのお菓子で例えるとバームロールみたいな感じ、それぐらい柔らかい乗り心地ですね。それで転がり抵抗もなんかすごくよくって、ほんまになんか地球の上を転がってるなって感じがする。そんなわけでして、参考になったら幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた、バイバイ。